今回はヤマハのニューモデル TMAX560 の上級グレード TECH MAX ABS の試乗レビューをお送りしたいと思います。このモデル、車体は強固な極太のアルミ製メインフレーム、フロントは倒立式のテレスコピックフロントフォーク、リアはリンク式サスペンションとアルミ製スイングアームの組み合わせ、そしてエンジンは先ほど言ったメインフレームのほぼ中央にシリンダーをほとんど水平近くまで前傾させて搭載するという構成となっており、これらを考えるとビッグスクーターというよりはむしろ1台のモーターサイクルそのものといった車体構成になっています。いつもの通り、このモデルのスペック、装備などについて別撮り映像でざっとご紹介します。まずエンジンについては、圧縮比が高めの現代的な高性能2気筒エンジンそのものといった感じがします。ゴリゴリとした強いトルクを全域にわたって発生しながらも、二軸動にベルトドライブ方式を採用しているためか、駆動系の振動やメカノイズもとても少なく、雑味が少ない上質なエンジンといった感じがします。また遠心クラッチと V ベルト方式の変速機の組み合わせということで、この部分だけスクーターチックではありますが、その反応は一般的なスクーターとは全く異なります。一般的なスクーターでイメージされるようなスロットルを開けてもエンジンの回転数だけ先に上がってしまって速度は後からついてくるといったような現象はほとんどなく、右手に対してエンジンはとてもダイレクトな反応を示します。変速ショックが全くないまま全域にわたってエンジンのパワーと加速感をこの右手のスロットル操作だけで自由自在にコントロールできるというのは、なかなか痛快な乗り味だと思います。この前方のカメラで捉えられているかどうか分かりませんが、このフロントフォークの伸び方とこの右手の開け閉めの様子、これが全く一致していることからも、このエンジンのダイレクトな感触がお分かりいただけるんじゃないかと思います。そして今気づいたんですが、音もなかなかいいですね。排気音だけというよりは、排気音と吸気音のコンビネーションによっていい音を作っているという感じがします。今ツーリング一般走行向けの T モードで走っているのですが、スポーツ走行向けの S モードに切り替えて、もう一度開け閉めしてみたいと思います。はい、今 S モードに切り替わりました。このタコメーターの針の跳ね上がり方と加速感が、完全に1というわけではないんですけれども、ほぼモーターサイクルに近い加速感といって良いのではないかと思います。また S モードに切り替えるとスロットルレスポンスとパワーの立ち上がり方がかなり変わりますね。T モードの巡航状態だとエンジン回転数はぐっと低く抑えられて優雅でジェントル、一方 S モードに切り替えるとこのエンジンのむき出しのキャラクターが味わえるという感じで、この S モードの乗り味はなかなかスポーティーで楽しいんですが、これについてはワインディングについてからじっくり味わってみたいと思います。それではまた T モードに戻します。次に車体についてですが、まず最初にコメントしておきたいのがこの低重心についてですね。一般的なスクーターもユニットスイング式を採用している関係で重量物が低い位置にマウントされているので、おおむね低重心ということが言えるわけですが、このモデルの場合はそれに加えてエンジンの搭載位置が一般的なスクーターと比べるとずっと前、今私が足を置いているちょうどステップボードの真ん中あたりに位置しているということで、このように巡航していても本当にビシッとまっすぐ走ってくれる。例えばツーリング中に景色を楽しみながら走っていたとしても、そう簡単には進路がぶれることがない。フロントタイヤにもしっかりと荷重が乗っているんですよね。結果として前後のタイヤの接地感がとても高く、安心感が高い乗り味だと思います。またリアの足回りの感触も全然違いますね。一般的なスクーターはユニットスイング方式を採用しているので、エンジンと駆動系、そしてスイングアームを含めた重量物一切合切がゆさゆさと動いているわけですが、その関係でですね、路面追従性があまり良くないモデルが多いんですよね。ところがこのモデルはアルミ製のスイングアームとリンク式サスペンションの組み合わせということで、モーターサイクルそのものといったリア周りの感触が味わえます。今も連続してギャップを乗り越えましたけども、こういった時もリアタイヤがもう綺麗に路面をトレースしているのが分かります。この辺りの前後の足回りの感触に関しては一般的なスクーターとはもう次元が違うと言っても過言ではないと思います。前後の足回りは結構しなやかに忙しく動いているんですが、車体自体はもうしっかりとした塊という感じで、ほとんど車体がしなったりとかよれたりとか、そういう感触はないんですよね。それではこのモデルの装備品などについてもコメントしていきたいと思います。まず今のように高速道路を巡航している状態でとても便利なのが、この電動で高さを調節できるウィンドスクリーンです。先ほどまでちょっと上げていたんですが、今一番下まで下げた状態、一挙に風の音、走行風の音が強まったんで、その違いがお分かりいただけるんじゃないかと思います。今度は一番上までスクリーンを上げてみたいと思います。今もうほとんど走行風の音聞こえないと思いますが、走っている私もそうなんですよね。とにかくこのウィンドスクリーンはとても優れていますね。次に高速道路走行時にとても便利なのがこのクルーズコントロールですね。今ちょっとやってみます。四輪車でもおなじみの装備なので説明については割愛したいと思いますが、このようにですね、右手を離してもバイク自体が一定の速度で、セットした速度でそのまま走ってくれるということでとても楽です。バイクのクルーズコントロールが登場したとき、正直言って私もバイクには不要なんじゃないかなと思っていたんですが、実際に使ってみるとやはり便利なんですよね。また今日は気温が高いのでオフにしていますけれども、このモデルに装備されているグリップウォーマー、シートヒーターに関しては温度が上昇するのにやや時間がかかるかなという傾向はあるかと思いますが、最終的には満足できる温度まで上昇するので、これらの装備についても使いやすいのではないかと思います。私は身長179センチなのでやや大柄なライダーということが言えるんじゃないかと思いますが、私の体格だとハンドルの高さ、位置ともにちょうどいいといった感じがします。なのでもしかすると、例えば小柄なライダーだともう少し着座位置を前にずらしたりとか、そういった工夫が必要になるかもしれませんが、全体的にはとてもゆったりしたライディングポジションということが言えるんじゃないかと思います。また上半身ですが、このように着座するとほとんど背骨は90度に立っているという感じで、とてもアップライトです。私の体格だとこのライディングポジションであればもう本当に無限に走れるんじゃないかと思うぐらい、それぐらい安楽なものとなっています。また足を置いているステップボードですが、私が今のようにですね前方に足を投げ出すと、これでもですね膝には少し余裕があるというか曲がっている状態なので、これもちょうどいいといった感じですね。これがまた足が伸びきってしまうとなかなか車体をコントロールしづらいというところが出てきますが、足の曲がり方、膝の余裕も適切ではないかと思います。全体的にライディングポジションは街中の移動やロングツーリング、さまざまなシチュエーションに適合するものではないかと思います。TMAX560 TECH MAX ABS でワインディングを走り始めました。今あえてゆっくりと走っているんですが、このモデル実はこのように速度を落として走ることも得意科目なんですよね。ホイールは前後15インチとやや小径であるわけなんですが、高速道路でもコメントした通り車体がとにかく低重心なので、今本当にだいたいメーター読みで30キロぐらいですかね、30キロ切ってますかね。これぐらいの速度で走っていても本当に車体がビシッとまっすぐ安定しているんですよ。なのでスポーティーな走行やツーリングだけではなく、街中の煩雑な交通の中を移動する手段としてもとても優れているんですよね。それでは徐々に速度を上げていきたいと思います。せっかくですから S モードに切り替えてワインディングを味わってみたいと思います。今 S モードに切り替わりました。 S モードに切り替えるとかなりキャラクターが変わります。先代モデルと比較するとこのモデルはわずかに排気量が拡大されていますが、実は数値以上にそれが効いているという印象なんですよね。先代モデルもスロットルに対してリニアに伸びていくという点では優れていて、その点では文句のつけようのないエンジンだったと記憶していますが、このモデルの場合はこのようにスロットルを開けるとまずトルクとパワーの盛り上がりが一山あって、そこから上はリニアに伸びていくという感じ、当然のことながらパワー、トルクともに全く不満はないです。むしろ不用意に開けてしまうと速度が思った以上に上がってしまうので、そういう点ではやや自制心が必要なモデルということも言えるのではないかと思います。一般的なロードスポーツの前後ホイール、タイヤが17インチであるのに対してこのモデルは15インチなので、少し後輪を外に振り出しながら曲がっていくという印象なんですが、この辺りはですねちょっとスクーターチックなハンドリング、スクーター的なハンドリングなんですが、その分よく曲がるんです。短い距離の間にくるっとよく曲がるという感じで、この辺りはですね一般的なモーターサイクルと比べるとキビキビと小回りが利くという印象かもしれないですね。あとこのシートは結構このハンドリングに影響していると思うんですが、座面が広くて幅広なので車体に入力しやすいんですよね。またライディングポジションが優れているということは高速道路でもコメントしましたが、今、私、足を前に投げ出しているんですが、このライディングポジションがスポーティーな走行に結構しっくりとくるなという印象なんですよ。足で踏ん張れる関係もあって、ハンドルバーに余計な力を加えたり、あと体重をかけてしまったり、そういうことが少ないんですよね。このモデルのもともと持っている優れたハンドリングをゆったりと味わうことができる、これもこのモデルの優れている点だと思います。それでは今、下りなのでブレーキを確認してみたいと思います。まずフロントブレーキ、ブレーキのタッチは硬くもなく柔らかくもなくといった感じでとても使いやすいんですが、ブレーキを強めにかけていくとパッドがローターに食い込む様子が手に取るように分かりますね。スーパースポーツほどナーバスなブレーキではないんですが、強力でなおかつコントローラブルなブレーキということが言えるんじゃないかと思います。で、フロントブレーキに関してもう一つコメントすると、実は私はこういうスクーター的なデザインの乗り物のフロントブレーキっていうのはあまり信用していないんですよね。私自身が怖がりということもあるんですが、個人的な意見としてはフロントの荷重が抜けやすいというか、スリップさせてしまいやすい、ロックさせてしまいやすいと思っているんですよね。なのでこういう峠道で例えばコーナーの進入、フロントブレーキをしっかりかけて、しかもそのフロントブレーキを残したままコーナーに入っていくなどということはなかなかできないんですが、このモデルは私にとっては数少ない例外なんですよね。そういった方法で構内に入ったとしても怖さが全くないんですよね。そういう点でもこのモデルは非常によくできているなと思います。次にこういった車体ですから、リアブレーキどうですかね。レバーのタッチはフロントとほぼ一緒という感じなんですが、若干ですけれどもリアブレーキの制動力の立ち上がりは穏やかにチューニングされているので、こういったスクーター的なモデルではリアブレーキを引きずる機会も多いと思いますが、とても使いやすいと思います。 ABS はどうでしょうかね。まずフロントから、すごいですね。こういった ABS のテストをするときというのは、やはり私も、慣れてはいるんですけど、やはり結構怖いんですよね。ただこのモデルの場合は先ほども言った通り重心がものすごく低いんで、こういった ABS のテストをするときも車体が全くこうスネーキングもしないしふらつかない、なので怖くないんですよね。リアブレーキはどうですかね。リアブレーキとフロントブレーキの ABS の効き方が全く違いますね。リアブレーキは ABS が効くぐらいハードにブレーキングしてもやっぱり感覚としては穏やかなんですよね。ですがギリギリまで ABS の介入は我慢していて、本当にロックしたときにこう入る、介入するという感じなので、前後の ABS、なかなかスポーティーな仕上がりになっていて、これもこのモデルのキャラクターをよく表しているのではないかと思います。それではちょっと足つきを確認してみたいと思います。ここ前下がりの下り坂なんですけれども、そうそう、このモデルはこのようにパーキングブレーキがついているんですよね。大柄な車体ですからパーキングブレーキもちゃんとついているというのは、私にとっては結構見逃せないポイントですね。今私はこのように停車状態で足をついているんですが、身長179センチの私でも普通に足を伸ばしただけだとかかとが完全に浮いていますね。かかとを両足べったりつけようとすると少し立ち上がるような感じで、結構頑張って足を伸ばさなきゃいけないということで、このモデル、足つきはですね、新型となって若干良くなっているということなんですけれども、いまだにですね、足つきはあまり良くないと。ただボディやシートが若干絞り込まれて足の開きが少なくなっているということなので、この点で若干ですけども足つきが良くなっているというのは、我々日本人にとっては朗報なのではないかと思います。イメージとしてはシート下のラゲージスペース、あまり大きくないと思っている方も多いと思いますが、実際にはですね、ラゲージスペースの形状もいいですし、あと容量も結構あるんですよね。なのでもちろんですね、私が今日着用しているようなちょっと棒体が大きくなりがちなシステムヘルメットはもちろん、一般的に想定される通勤通学時の荷物やカバン、そして日帰りのツーリングなどであればこのラゲージスペースで不足するということはまずないのではないかと思います。またこのモデルのメーターパネルと言っていいのかどうかわからないですが、もう一ついいところは走行状態をすべて記憶してくれるんです。例えば今 S モードで走っていますが、 S モードで走っていたのか T モードで走っていたのか、グリップウォーマー、シートヒーターの設定温度がどれぐらいだったのか、そしてオンだったのかオフだったのか、そういったものを全て記憶してくれているんですよね。でこういったメーターパネルの機能というのは結構地味なんですが、これができているモデルというのは意外と少ないんですよね。そういう点ではこのモデルはやはり完成度が高いなと思います。それでは最後にこのモデルの少し気になったポイントもコメントしておきたいと思います。まずは先ほど言った足つき性ですね。この点は若干注意が必要かなと思います。ただこのモデル、今日何度もコメントしてきた通り、車体の重心がとても低いので、実用上はつま先がちょんとついていれば車体を支えるのに大きな問題は生じないと思います。次に前方のカメラでも捉えていると思いますが、このミラーですね。実際にですね、こう走行しながらこのように角度を調節するのもなかなか難しいという感じで、結構遠いんですよね。また遠いせいもあると思うんですが、鏡面も少し小さいような印象を受けます。かなりスポーティーなモデルで、バックミラーで後ろを見るということは結構重要な作業になってくると思うんですが、こういう点からしてもですね、ミラーはもう少し近くて、あと鏡面が大きければよかったのではないかと思います。ということで今日はヤマハのニューモデル TMAX560 の上級グレードTECH MAX ABS の試乗レビューをお送りしました。TMAX というと歴代モデルを乗り継いでいるというオーナーの方も多いんじゃないかと思いますが、そういった方々はもちろん試乗経験がない方はぜひチャンスを見つけて試乗してみていただければと思います。おそらくちょっと試乗しただけでもこのモデルが単なるビッグスクーターではなく立派なスポーツツーリングモデルとして成立しているということがすぐにわかるんじゃないかと思います。それでは。